はい、こんにちは、松岡と申しまーす。今日も楽しくプロレールやっていきましょう。ということで、今回紹介させてもらえるはこちら S40 富士急行8500系富士山ビュー特急ということでですね、富士急行で活躍する特急8500系の富士山ビュー特急がプロレールに登場したので、今回こちら紹介させていただきます。こちらの車両なんですけども、もともとね、 JR 東海の371系という車両が引退廃車になって、現在こちら富士急行というね、山梨の鉄道で使われているという感じになっております。ということで、早速箱から見ていきましょう。まずはこんな感じになっております。かなり赤い車両ですね。これどこの写真だろう。大月駅かな、ちょっとわからないですね。裏を見てみましょう。ボディの取り外し方、乾電池の入れ方、スイッチの入れ方など書いております。警告注意の方は後で読んどいてください。富士急行株式会社商品化承諾済みと書いております。ということで、早速中開けてみましょう。はい、ということで開封してみました。とりあえず1両目から見ていきましょう。まずは先頭車でございます。1号車と書いております。371系時代はね、確か7号車なんですね。ということで、前面はこんな感じになっております。めちゃめちゃかっこいいね、これ。あ、ここシールかと思ったんだけども、シールじゃなくて塗装ですね。あ、すごいかっこいいわ。あ、全部塗装だ。あ、すごい、シールじゃない。しかも窓の形もこのモールド再現されてます。すげえわ。あ、すごいすごい、びっくりしちゃった。そしてこっちが貫通扉側ですね。あ、かなりリアルになっております。そして屋根ですね。屋根はね、あの朝霧時代とは違ってシングルアームのパンタグラフになっております。オンオフハイなので、新メカで2スピードですね。で、裏側見てみましょう。裏側になります。メイドインベトナムと書いております。ということで、電池入れてみましょう。下のね、オープンってところからネジ開けます。はい、いつも使ってるエネループを入れますと、はい、ちゃんと動きますね。はい、問題ありません。パンダグラフの場所が右側に寄っちゃってるっていうのがね、まあ残念ではないんだけど、まあしょうがないんだよね。スイッチがここだから。まあそこかな？しょうがないでしょ、この辺は。続いて中間車でございます。中間車2号車と書いております。JR 東海の371系時代も、確かね、こちら2号車だったはず。そうですね。あの、パンダグラフのなし車両なんで2号車ですね。はい、ということで、側面から見ていきましょう。この辺全部シールじゃないんだね。すげえ、塗装だ。超かっこいい。あと、この台車部分のモールドもいいですね。なんかすごくかっこよさ、高級感が出てます。そして、貫通扉側でございます。反対側です。はい、反対側の側面でございます。そして、台車でございます。はい、メイドインベトナムと書いてあります。はい、トミーのロゴもついてますね。はい、屋根でございます。はい、続いて3号車でございます。屋根なんですけども、ツルッツルになってますね。他の車両と見比べてもね、ここに凹凸ないんですね。これ実車も同じで、実車もここすごいツルツルになってるんですよ。で、そういうところまで再現されてるんで、かなりこだわった作りになっていると思います。はい、ということで、こちらの車両なかなかかっこいいですね。若干なんだけども、なんだろう、やっぱ先頭ちょっと違うよね。もっとね、実車を見たことある人分かると思うんだけど、もうちょっと尖ってるんですけども、プラレールだし、まあ、そこまでね、気にする必要はないかなと思います。ということでね、開封してみました。本当はね、あのこの中にプラ列車カードもあるんだけども、あの引っかかっちゃって取れないんで、まあ、これはね、割愛します。ということで、走らせて遊んでみたいと思います。
はい、ということでですね、こちら富士急行8500系富士山ビュー特急、ちょっとだけね、遊んでみました。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。最後にですね、90年代に発売されていた、ナサギリの方とね、ちょっと比べてみましょうか。だいぶ違いますね。かなり変わった。ってます。もう完全に新規で作られたものになりますね。いや、めちゃめちゃかっこよくなっているんですが、まあ僕はどっちも好きなんですけどね。いや、めちゃめちゃいいね。あー、でもだいぶ形変わってますね。はあ、すげえ。そして中間車ですね。もともと朝日の方はダブルデッカーだったんですが、こちらは1階建ての車両ということで。いや、でもそれでもね、だいぶ違いますね。いや、変わったね。はあ、すごい。いや、めちゃめちゃかっこいい。ということで、そして3号車ですね。窓の形とかもね、だいぶ変わってるんで、はい、ということで、JR 東海朝霧のプラレールの方とも見比べてみました。ということでね、こちら富士山ビュー特急、もし気に入った方いましたら、ぜひぜひお買い求めください。こちら2020年現在でもね、まだ発売されているプラレールなので、家電量販店行くとまだあると思います。ということで、今回これで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。またねー。